今回はスーパードラゴンボールヒーローズカード組3を開けていきたいと思います。ラインナップはこんな感じで、カード全部12種類あって、まあこんな感じで孫悟空ゼノンみたいなのいろいろあるんだけど、まあ今回の狙いはね、やっぱり一番の狙いはミスターサタンかな。ミスターサタン今回すごいいいカードが入ってるってことでね、まあ5つあるんで、まあその中でどれかミスターサタンが出れば、まあ今回は勝ちだね。というわけでね、早速一つ目から開けていきましょう。いや、家で動画撮るのも久しぶりだからね、すごい新鮮な感じがするんだけど。じゃあまず1個目、1個目はこちら、トランクスゼノだね。トランクスゼノ、アビリティ、陽動作戦、サポート、戦闘力バトル終了時に敵チーム全員の気力を半分にするっていうやつだね。まあまあいいカードですね。まあ、まず一つ目はトランクスゼノが出ました。はい、じゃあ2つ目、2つ目は何が出るんでしょうかね。じゃあ2つ目のカードがこちら。お、孫悟飯青年期、ラウンド開始時、自分チームの HP が 30% 以下の場合、自分チームの HP を3000回復し、気力を回復するみたいな。うん、まあ普通のカード、孫悟飯青年期ですね。はい、じゃあどんどん行きましょう。続いて3つ目、そろそろレアとかも出てほしいんだけどね。レアはね、ベジータゼノと人造人間18号とか、あとフリーザ復活か、こんなものがあるのか。まあレアよりも何よりも今回はミスターサタンが狙いなんだけどね。さあ3つ目、ミスターサタン出てくれるんでしょうか。あー、ゴテンクスか。3つ目はゴテンクスですね。うん、友情の奇跡、サポーターにして仲間にリンクライン当てるか。まあありがちなやつですね。ちょっと厳しいな今回。あと2つ、そのあと2つの中にせめてレアとか良ければもうミスターサタン入っててほしいんだけどね。さああと2つ、じゃあ4つ目、うわ、4つ目のカードはこちら。出た出た、よかった、ミスターサタン。これめっちゃね HP が高いんだよね、ミスターサタン。HP3000、 まあパワーもガードも低いんだけど、まあこれはなんとかなるからね。 HP3000 のミスターサタンなんて見たことないからね、今まで。いやー、これはすごい。で、アビリティも結構いいんだよね。地球の世界チャンピオン。自分がアタッカーになったラウンドで攻撃を受けなかったとき、自分の気力全回復、戦闘力が永続で2倍、毎回。だからこれもう、ずっと受けなかったらどんどん戦闘力が上がってくっていうやつだよね。しかも、気力全回復っていう。うん、これはかなり使えるカードですね。ミスターサタンにしては。いやー、これ一番狙いだったんでよかったね。さあもう今回一番狙いのミスターサタンが出てくれたから、あとはまあ何出てもいいかな。かぶらなきゃいいかな、かぶらなきゃ何でもいいですね。じゃあラスト5つ目に出てくれるのがこちら。おー、ベジータゼノのレアですね。有能な選手、自分よりもパワーの高い敵を攻撃した時与えるダメージが 1.5 倍になる。うん、まあいいかな。フリーズ持ってるのがいいよね。はい、ベジータゼノでした。まあ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 、そういう感じでね、まあ今回この5枚が出たんだけど、いやー見事ね、12種類ある中でこの一番狙いのミスターサタンが出てくれたんで、まあこれはすごい嬉しいかな。まあ他のカードも意外と結構使えるアビリティを持ってるんでね、まあどんどん使っていけたらなっていうふうに思います。